神戸体操とは神戸市の教育機関が体育の授業において生徒の心身を鍛えるとともに集団において規律正しい動作を身につけさせることを目的として導入している音楽体操であった。正式名称は神戸市学校体操。その運動量はラジオ体操の3倍とも言われ男女別、年齢別に異なった動作をすることが特徴。かつては 神戸市内の多くの学校で使用されていたが、2009年時点の調査では大幅に減少している。ラジオ体操の方がやりやすく有名であり知っている人が多く、その上男女が同じ動きであることが理由であると言える。また、2020年時点では、この体操を取り入れた授業を行っている神戸市内の学校はないと推測される。1951年5月制定。 東京教育大学の本間茂雄が中心に考案された1965年改定。この時、小学校1.2年生用、小学校3から6年生用、中学校男女用、高校男女用の4種類の体操が制作された。1966年から1967年には、市内全校に伴奏音楽のレコードと図解冊子を、 配布し体育の授業にも導入された。当時の原口忠次郎市長が中心に制作されたとも言われるが、市長が関与したのは神戸市民体操であり、神戸体操は神戸市教育委員会が中心に制作されたという。ありがとうございます。